いつもご視聴ありがとうございます。スマホのコンシェルジュです。今回の動画は iPad 入門というテーマでタブレットの代表格である iPad の概要や基本操作などを優しく解説していきたいと思います。特に普段のスマホは Android を利用しているという方にも伝わるように案内させていただきます。買ったはいいけれど使い方がよくわからず放置しているという方はもちろん そろそろ購入を検討しているという方もぜひご覧いただければと思います。私たちスマホのコンシェルジュのチャンネルではスマートフォンの操作方法に関して初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説しております。よろしければチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。まずはタブレット購入を検討されている方に iPad とは何かという点を整理していきたいと思います。初代 iPad は2010年に iPhone と同じ Apple から販売されました。iPhone をそのまま大きくしたような形は今でもそこまで変わっていません。現行モデルは詳しくは割愛いたしますが、大きく分けてホームボタンのないモデルとホームボタン付きのモデルがございます。 ホームボタンのないモデルの方が次世代機という位置づけですので全体的な性能が優れている分価格も高価となっています。キャリアまたは家電量販店で購入できホームボタンありの iPad は39,800円からホームボタンのないタイプは画面の大きさでかなり幅がありますが一番安価なモデルで59,800円からとなっています。 スマホと同様タッチ操作式の画面になっていてスマホの4倍から5倍くらいの画面サイズがありますこの大画面のおかげで近年どんどん高精細になっていく映像コンテンツなどをスマホ以上に楽しむことができますまた画面が大きいとスマホではなかなか読む気になれなかった電子書籍も便利に感じます 紙の本よりも文字サイズをうんと大きく設定することもできますのでなかなか快適です。スマホの画面だと小さくて文字が読みにくい、操作が楽しく感じられないといった方も iPad ならストレスなく操作できるかもしれません。操作や提供されているアプリは基本的にスマホとほとんど同じです。さらに、 多くのアプリは iPad に個別で対応していますので iPad で起動すると大画面で使用できます一部 iPad に対応していないアプリはスマホ版がそのまま拡大したような映り方をします iPad というと普段 iPhone を使っている人だけのものと聞かれることもありますがそんなことはありません iPhone と iPad の組み合わせでないとできないことがないわけではありませんが、普段 Android を利用している方でも特段抵抗なくお使いいただけます。またこちらは別売りとなりますが、Apple Pencil というペンにも対応しています。手書きに非常に近い感覚で利用でき、メモや絵を描いたりするのに最適です。 通常のタップなどの操作をこのペンで行うこともできます。また、Bluetooth でキーボードを取り付けることも可能で、パソコンに近い利用感にすることもできます。iPhone でいう iOS、Android 機でいう Android にあたる OS という機関ソフトは、iOS から発生した iPadOS というものが搭載されています。 はじめは iPhone と同じく iOS で動いていましたが、2019年から iPad 用に設計された iPadOS が搭載されるようになりました。繰り返しになりますが、メインのスマホが iPhone でないと何か不便があるということはありませんのでご安心ください。ちなみに、スマホのように、 iPad にもキャリアとの月額契約が必要かどうかという点については自身の利用スタイルをよく想像してから決めましょう。そもそも iPad には SIM カードを入れることができるモデルとできないモデルがございます。SIM カードの入るモデルはセルラーモデル。SIM カードの入らないモデルは Wi-Fi モデルと言われ若干セルラーモデルの方が 機種代金自体高価になっています。SIM カードを入れることができるということは、キャリアと契約することで、スマホのように Wi-Fi がないところでもデータ通信ができるということになります。屋外にガンガン持ち出して利用したいという方は、月々数千円払ってでもこちらが必要になるかもしれません。逆に、家に Wi-Fi があり、 基本的にはそこでばかり利用するだろうという方は SIM カード、キャリアとの契約は必要ありません。なので家電量販店などで Wi-Fi モデルを購入すれば何か特別な契約などは一切なくそのまま家に持ち帰って使い始めるということができます。またどうしても出先で通信が必要になったときに Wi-Fi がないといった場合は スマホのテザリング機能でカバーすることができます。テザリングとはインターネット共有とも呼ばれる機能で、スマホが自身のデータ通信機能をタブレットにも分け与えてあげることができる機能です。簡単な設定でタブレットがスマホを通してインターネット通信可能になります。スマホ側のデータ通信を消費しますが、特に近頃はドコモのアハモなど 20GB3000 円といった大容量低価格の料金プランも登場していますので、こうしたプランに加入している場合は、テザリングを使って iPad でガンガン YouTube を再生しても通信制限に陥ることなく利用できるのではないかと思います。テザリングについてはこちらの動画にさらに詳しくございますので、ぜひご参考いただければと思います。 以上が iPad についての概要となります。続いては実際の操作方法や覚えておきたいポイントなどについて見ていきたいと思います。iPad の初期設定においては一つポイントがございます。初期設定時、Apple ID というものを作成します。Apple 端末の利用者一人一人の会員番号のようなもので、 アプリをインストールする際などちょくちょく必要になります。ID、パスワードはメモしておいてください。また、Apple ID は原則一人一つで十分です。iPhone をお使いの方はすでに Apple ID をお持ちですので、そちらを入力して進めていただいて結構です。 それでは操作方法の概要を見ていきましょう。まずはスリープとその解除方法です。端末側面のスリープボタン、こちらを押すか、画面をタップすることで画面が点灯します。一定時間が経過するか、また再びスリープボタンを押すことで画面が消灯します。 ロックの解除はモデルによってパターンがございます。ホームボタンのあるタイプでは指紋認証。全画面のタイプでは画面上部のカメラに顔を向けることで顔認証でロック解除可能です。全画面タイプでも右上のスリープボタンに指紋センサーを搭載しており指紋認証可能なモデルもございます。 家で利用することが多い場合はあまり気にならないかもしれませんが、マスクをしている時の顔認証はやはり多少ストレスを感じる部分はあります。スマホと同様、使い終わったときに一回一回電源を切る必要はありません。電源を切るのは感激などで特別電源を切るように指示があった時や、 iPad の調子が悪い時にリフレッシュするために一度電源を落とすという時くらいです。電源をオフにするにはスリープボタンと音量ボタンのどちらかを同時に長押しします。ホームボタンありのタイプではスリープボタンの長押しだけで結構です。すると電源をオフにするための表示が出てきますので、これを右にスライドすると電源がオフにされます。 こちらが iPad のホーム画面です iPad を縦向きに置いていますが横向きに置けば横長の画面となります広いスペースにスマホのようにアプリがいくつか並んでいますやはりそれぞれのアプリをタップするとアプリが起動しますホーム画面の構成や画面遷移を覚えておきましょうまずこのエリアはドックと呼ばれ 利用頻度の高いアプリの特等席のような場所です。他のアプリを開いている時でも、このドックだけはすぐに表示させることができるようになっていますので、ここに利用頻度の高いアプリを置いておくと便利です。何かここに置いたアプリに特別な機能が備わるといったことはありません。まずはじめは、よく利用するメッセージ系のアプリ、ネット検索アプリであるサファリ、 カメラアプリなどを置いておくのがいいかと思います。こちらの画面を左にスワイプすると、ホーム画面の2枚目以降が表示されます。1枚目に入りきらなかったアプリなどが置かれています。自分で並べ替えることも可能ですので、優先順位に応じて2枚目以降の画面に置いておくということも可能です。 次に右側にスワイプすると、ウィジェットと呼ばれる時計などの小さな機能が一覧で表示されます。ウィジェットについて考えるのは慣れてきたらで構いません。より便利になるというものだと思っていただければと思います。続いて画面の真上からスワイプすると、通知を一覧表示する、 通知パネルというものが開きます。たまったお知らせはこちらから確認することができます。iPad では画面真上から下方向にスワイプする先ほどの操作と画面右上から下にスワイプする動作が区別されます。どちらかというとこちらの方が利用頻度高いかもしれません。この操作では コントロールセンターという各種機能に素早くアクセスするためのパネルが表示されます Wi-Fi の接続、画面の明るさ、音量などをわざわざ設定アプリを開くことなく設定変更することができます続いて画面下からスワイプし真ん中あたりで少し止めるようにすると アプリの履歴画面が表示されます。スマホと同様の役割で、アプリをタップするとそのアプリに画面が切り替わるのと、下から上にスワイプするとそのアプリを強制終了させることができます。アプリの強制終了は滅多に行うことはありませんが、立ち上げたアプリの調子が悪い時など試してみることがあります。アプリの操作中に、 またこのホーム画面に戻ってくるには画面下から上に向かってスワイプしますホームボタン付きのモデルではホームボタンを押すことでもホーム画面に戻ることができます文字入力時は iPad 用の大きなキーボードが出現します日本語は五十音順のキーボードになっています やはり地球儀のアイコンをタップすると、ローマ字入力などに切り替えることが可能です。スマホと似たキーボードを出現させたい場合は、この右下のキーボードアイコンを長押し、すると、フローティングというメニューが出てきますので、そのまま指を滑らせて、フローティングの表示に触れ、そこで指を離します。すると、 見慣れたスマホのキーボーボドが出てきますこのキーボードは下のバーを長押ししたままある程度自由に場所を移動することが可能ですので右下などに配置ししてみましょう先ほどのキーボードに戻すには下のバーに触れながら画面中央下あたりまで持ってきて指を離します。 すると先ほどの大きなキーボードに戻りました。ご自身の入力しやすい方を選べるようにしておきましょう。では引き続き一通りのことができるようポイントをご案内していきたいと思います。まずアプリの入手は App Store というアプリから行います。Android の Google Play Store と同じ役割です。 インストールの手順はスマホでアプリをインストールしたことがある方であれば流れは同じですのでイメージがつきやすいかと思います。アップストアを開いて画面右下にある検索ボタンをタップ。文字入力欄にまずは YouTube と入れて検索してみます。YouTube 含め関連するアプリが検索されますので YouTube アプリの右にある入手というボタンをタップします。インストール、Apple ID の入力と進むとインストールが完了します。アプリの入手時にも指紋認証や顔認証を利用する設定にしてある場合はパスワードの入力ではなくそれぞれの認証画面が表示されます。 その他 Google 系のアプリも初めからインストールされていませんので、スマホで Google マップ、Google フォト、Gmail などを利用している方はインストールしておきましょう。ここで一つ押さえておきたいポイントがございます。皆様も日頃スマホで体験しているように、多くのアプリ、サービスは会員登録を行って利用するものが多いです。そのため、 iPad からその会員情報を使って利用すれば、スマホの利用情報を引き継いで利用することができます。Google 系のサービスがわかりやすい例ですが、Google フォトや Gmail アプリをインストールした後、起動すると、まず Google アカウントを入力させられますので、いつものアカウントを入力すれば、スマホでの利用状況そっくりそのままの状態から iPad でも操作可能になります。 例えば、g メールのやり取りをするときに、家にいるときは大画面で見やすい iPad で操作。外出時はスマホで操作ということをしても、あのメールは iPad にしかないんだったということが起きない仕組みになっています。今後、スマホ、タブレット、どちらでどのような操作を行っても、データの整合性が損なわれることはありません。こうした情報の変更が 瞬時に自身の利用しているスマホ、パソコン、タブレットの全体で同一の状態に保たれる仕組みを動機、動機を取ると言ったりしますのでなんとなく頭に入れておいてください。それでは最後、iPad の大きな特徴の一つであるペンの利用についても見ておきましょう。ペンを使えばスマホで動画を見ながら iPad でメモを取ったりということも可能です。こちらは iPad に初めからインストールされているメモ帳アプリですが、様々なペンを選んだり、書いたメモを誰かに送ったり、このアプリでも必要十分なことができます。絵を描くための本格的なアプリも多数提供されていますので、本気で絵を描きたい人にも実用的です。勉強用のアプリも様々ございますので、 今後紹介していければと思います。以上、今回の動画では iPad の入門として基本の木の部分を案内させていただきました。当動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も便利な利用方法等アップしていきますので、よろしければチャンネル登録いただけると幸いです。それでは次の動画でもよろしくお願いいたします。